ここにこの国のお姫様がいるって聞いてきたんだけど。あ、ジーノ君、久しぶり。よう、トトリ。そっか、どこかで見たことあると思ったらアトリエなんだな。トトリ先生、お知り合いですか？あ、ごめんね。この人はジーノ君、私の幼馴染だよ。ああ、冒険者ギルドから派遣されたジーノクナープだ。ペーター兄ちゃんの馬車に乗ってついさっき着いたところでさ、しばらくこの国に厄介になるぜ。ところでどうしたの急に。なんだよ、何も聞いてねえのか。ミミのやつがギルドの仕事とかでこの国に派遣されてるんだろ。組んで仕事してた俺も暇になってよ。でギルドに仕事探しに行ったら、暇してんならあんたも行けばとか言われて、気づいたら俺も派遣されることになっててさ。まあ向こうの魔物はあらかた片付けちまったし、強いやつに会えればいいかと思ってさ。クーデリアさんもだけど、ジーノ君も相変わらずみたいだね。でそっちはどうだ。この国に来てからもう結構経つんだろ。なるほどな。お姫様が自分で国おこしか。それにトトリの弟子とはな。ま、細かいことは後で聞くことにするわ。声かけてくれたら護衛でも手伝いでも何でもやるぜ。と、まずは飯が食える場所を教えてくれないか。腹減っちゃってさ、まずはそっちからだ。はい、それじゃあ後で町も案内しますね。サンキュー。ってお姫様に道案内してもらうってのもなんか変な感じだな。もともとあんまりお姫様らしくないですし、気にしないでください。そっか、それじゃあ遠慮なく。これからよろしくな、メルル。はい、こちらこそよろしくお願いします。